これまでのリミットブレイクは2020年7月の握力測定で新記録を更新して握力138キロのユートさんをはじめ、平均握力100キロ超えのメンバーにいろいろ教わった。それからトレーニングと研究を重ね、ついに2020年最後の握力測定の日がやってきた。はい、OK です。はい、ということで2020年内の目標である右90キロ超える左は80キロ超えるのをクリアしました。いやーね、めっちゃ研究したよ。なんで長い間自分のね、左の方の握力結構停滞してたんですけど、なぜ停滞してたかとか、あとは伸びてる人の、まあ伸びてる理由っていうのとかを特にね、めちゃくちゃ分析して、まあそれもね、いろいろね、教えてくださった握力138キロベストのユートさんとか、あと今回の測定で、あの握力計 GM150 って言うんですけども、その GM150 の握力ランキングで、体重別と相対比2つのカテゴリーで世界ランキング1位を取ったカットさん。カットさんは自分が初めて握力のオフ会に行った時に、めちゃくちゃね、もう詳しくね、教えてくださって、あとそれから前回のオフ会とか、また今回のオフ会でもそうなんですけど、いろいろね、直接教えてくださって、で、プラスアルファ、カットさんがこう書いてるね、有料ノートがあるんですけど、まあそれもね、買いまして、それがね、もうめちゃくちゃ参考になりました。うん。と、握力オフ会のいつものメンバーの皆さんに、もう詳しくね、教えてくださったおかげで、握力トレーニングの研究だとか、あとトレーニングそのものがね、めちゃくちゃね、充実しました。あと今回もそうなんですけど、今回と、あと先週にもね、いろいろね、教わったんで、まだまだね、もう伸びしろがね、ありますわ。うん。いやもうほんとね、いつもありがとうございます。あと応援してくださった皆さんのおかげで、伸びましたね。うん。もうほんとね、いつもありがとうございます。で、今回の結果、伸び幅としては、右が 10.1 キロ、左は 10.85 キロ伸びました。5ヶ月なんで、まあ言うたら1月で、まあ2キロちょいペースですね。まあ、この調子で伸ばしていって、でね、先週もそうなんですけど、先週と今回のオフ会でもまたね、いろいろね、教わったんで、さらにね、うん、期待できるかと思います。で、一応年内の目標はクリアしたんで、次の目標。次は2021年の6月までに、まあ、今回使った GM150 っていう握力計で、右が100キロ超える。で、左は90キロ超える。まあ両方ね、あと7キロです。うん。
このまま順調に伸びれば、まあ、いけるかと思います。と、このね、激安握力計、これでエラーを出すこと。軽くエラーしない。何割ですか、今の。今も8割ぐらいですね。まあ、これ測れるのがマックス90キロまでなんで、で、今回ね、右2回測って、で、その次にグリップ D っていうような学校とかにあるような、なんか赤いやつ。あれで測って、その次に、まあ、これで測ったんですけど、結構ね、もう腕がね、疲労してる状態で、2020年4月に出した記録と同じだったんで、なので、疲労しない状態だったら、ワンチャンあるかなみたいな、あるかなどうかなみたいな微妙なラインですね。まあ、これもおそらく近々エラー出せるんじゃないかな。まあ、またね、挑戦していきたいと思います。ということで、ご視聴いただきありがとうございました。この動画が良かったら、高評価とチャンネル登録、よろしく。ということで、じゃあ。